こんにちは。ルワンダノート TV の武田典弘です。私はアフリカのルワンダに住んでいて、現地でツアー会社を経営しています。その傍らブログや SNS で情報発信をしているんですが、この YouTube ではルワンダノート TV ということで、ルワンダの様々なトピックについてお話をしています。そして今回のテーマが、国土は四国の 1.5 倍、小さすぎる国ルワンダということで、ルワンダがいかに小さいかというお話をしていきます。先日首都のキガリにあるお土産屋さんを見ていたら、こんなアフリカの地図を模したパズルを発見しました。で、これ欲しいなと思って見てたんですね。で、僕が住んでるルワンダどこにあるかなと思って見てみると、なんと手書きだったんですね。あまりにも小さすぎるので、このタンザニアとコンゴ民主共和国のピースの上にマジックみたいなもので、こんな雑な感じで書いてあったんですね。で、これをツイートしたところ、こんなしょぼいツイートだったんですけど、17件もリツイートしていただいて、結構皆さんにね、面白がっていただけたかなと思っています。で、これでルワンダがいかに小さいかということが分かっていただけるかと思いますが、数字的にはルワンダの国土は四国の 1.5 倍だと言われています。日本地図をこう思い浮かべてみると、確かに四国って日本の中でも結構ちっちゃいですよね。で、それの 1.5 倍しかない国と考えると、どれくらい小さいかということがお分かりいただけるかと思います。そして、僕は青年海外協力隊として、昨年まで活動していたんですけども、他のアフリカの国の隊員の話を聞くとですね、首都に上がるまでバスに乗って10時間ぐらいかかるとか、もう飛行機に乗らないといけないっていう人たちもたくさんいたんですけど、ルワンダの場合は首都のキガリから端っこの地方まで行くのもバスで5時間くらいあれば行けちゃうんですね。で、それぐらいちっちゃな国だったので、隊員としてはね、移動が楽だったのでとても助かってました。そして先ほどのツイートを見てコメントしてくれた中に、ベナンで起業されているナイケルさんという方が、まあ、アフリカでは有名人ですね。この方がこんなツイートをしてくれました。サントメプリンシペとコモロ諸島とカーボベルデがない。普通の日本人からするとこれ全部どこだよって感じですよね。これ実はアフリカの国の名前なんですけど、全部島なので、先ほどのアフリカの地図のパズルだともう全部省かれちゃってたんですね。まあ、それくらいちっちゃい国もまだまだたくさんあるということです。ということで、まあ無理やりまとめみたいに言いますけど、世界には知らない国がたくさんありますよねというお話でした。なので僕もアフリカに来てから知った、存在を知った国とかたくさんあって、まだまだ自分は知らないことがいっぱいあるんだなということを、自覚しているという次第なので、皆さんもたまにはね、地球儀とか世界地図とか眺めてみて、知らない国に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。ということで本日は以上です。今回の動画が面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。